はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。ということでピポサルで普通のやつでやっていこうかな。ちょっと不人気シリーズを取ろうか迷ったけど、そのままやっていきたいと思います。頭が回ってないからめっちゃカミカミになると思います。最近あんま寝てなくてね、ちょっとそれで頭回ってないです。さあ行きましょうか、普通に。はい。はい、凍らせての、オッケー、やったー、オッケー。やっぱトリプルバレルまでですか。はい、突き落としましたよ。さあこれは、うん、いいね。二段構えサルバズーカでやりました。いい、何今のブーって。クイズの不正解の時の音じゃん。やばかったね。ピポサルウェーブで雷ガードしたら、クイズの正解した、ん、違うな。クイズの間違った時の音が流れましたね。ブーって。ちょっと新しい発見ですね。なんか面白かったわ。ピポサルウェーブはね、どの技もガードするから、どんな攻撃もガードすることができる最強のガードなんで。ほい。だからとっさの時のガードにも役に立つんだよね、ピポサルウェーブをすると。はい、オッケー。とりあえずムソランブでやっつけましたと。惜しい。さあこういう時に追い打ちで使うわけですよ。そうすることによって、オッケー、怖っ。暴走老人止めたいですね。さあどこにいますか、暴走老人。さあとりあえずやってきましょうか。オッケー、こんな感じでいいでしょう。あ、やらなくていいわ、下段ダブルで終わるわ。ほらもうね、癖でさ、ピポサルウェーブ打っちゃうからね。ほんと、なんとかしてくださいって感じですね。なんかマジでカミカミだしさ、頭は回ってないし、変なことになってます。さあ、はるかからやっつけていきたいですね。あいつサンダーパチンガー持ってるんで。何ラジコンで遊んでるですか。オッケー、ナイス。さあこれでどうだ。はい、クイズの不正解の音が鳴りまして、いました、最後の獲物。はいベビー、なんだこれ、邪魔。爆弾邪魔なんですよね。オッケー、
まあこんな感じでいいんじゃないですか。ピポサルウェーブ使うと楽だね。周りの敵も攻撃してくれるから、 HP 少なくて無双ランブできるんでおすすめです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。